港川神社。延元元年1336年5月25日、楠木正成がこの地で殉死した日を新暦に換算した7月12日に、例祭が港川神社であります。南光さんの愛称で親しまれている港川神社の創建は明治5年になります。約7600坪の広大な敷地に立つ社殿は戦火で焼失し、現在見ることができるのは昭和27年に復興されたものです。拝殿は権現造りに似た八つ棟造りという様式で、珍しい神社建築として知られています。拝殿天井の中心に描かれた大青龍は福田備前の作であり、周りの天井画は宗像志功などの著名な画家が奉納、絢爛たる趣を味わうことができます。今年7月12日、4人の巫女による橘の舞が奉納されています。
楠木正成。永仁2年1294年大南光楠木正成は河内の国赤坂の里で生まれ、幼名を多聞と言いました。正しく素直な心の持ち主で、学問を関心寺の留学坊に、兵学を大江時近に学び、文武両道の優れた若武者に成長しました。元寇元年1331年鎌倉幕府の大軍が京都へ攻めてきたので、後醍醐天皇は笠置山に移りました。この時お夢の知らせにより、後醍醐天皇は大南光を召し出し、国を救うため力を尽くすよう命じました。大南光は、私が生きている限り天皇様のご恩は必ず開けますと自信ある言葉で答え、命にかけて守り助けることを誓いました。大南光は笠置より河内に帰ると、すぐに赤坂に城を築き兵を挙げました。これに驚いた鎌倉幕府北条方は大軍を持って攻めてきましたが、大南光の優れた作戦に散々痛めつけられました。しかし赤坂城は急遽作った小さな城だったので、やがて落城し、大南光は敵を油断させるよう山奥に身を隠しました。元寇2年1332年金剛山の千早城に再び菊水の旗が翻りました。攻めてきた幕府軍は再び大南光の奇襲作戦に遭いました。幕府軍はいくら大軍を注ぎ込んでも、どうしても攻め落とすことができませんでした。そしてこのことが天下に知れ渡り、諸国の天皇を守ろうとする武士が立ち上がり、幕府を打ち倒す動きが大きく広がっていきました。大南光の千早城での勇気ある戦いに力を得て、関東では新田義貞、中国では赤松則村、九州では菊池武時がそれぞれ幕府討伐の兵を挙げました。幕府により沖ノ島へ移されていた後醍醐天皇は、宝器の国の縄長利が助け出し、天皇を無事戦場山へ迎えました。元寇3年1333年5月、新田義貞の鎌倉攻めにより北条氏が討たれ、幕府は滅びました。これより少し前、後醍醐天皇は戦場山から京都へ戻っていました。大南光はその途中、兵庫神戸市において天皇を迎えました。その時後醍醐天皇より、この度幕府を倒すことができたのは皆汝の働きであるとお褒めの言葉を賜りました。後醍醐天皇を京都へ先導しましたが、誠に晴れ晴れとした勇ましい姿であったことが忍ばれます。後醍醐天皇は自ら政治を行いました。しかしそれには不満を持つ者もあり、特に足利尊氏は天皇の政治を奪わんとし、諸国の不平武士を集めました。延元元年1336年足利尊氏は九州から攻め上がってきました。大南光はこの大軍を打ち破る策として、一時京都に敵を招き入れ、機を見て反撃すれば勝てると進言しました。しかし浅はかな公家らの反対により、この進言は取り上げられませんでした。大南光は天皇の命令に従い、決死の覚悟で兵庫へ向けて出陣しました。途中桜井の駅、
現在の大阪府三島郡島本町で、巫女の湘南公、楠木正面を呼び寄せました。自分は死ぬが、その後は、父に代わって天皇様を助け、最後まで守り尽くすように、とよくよくわかるように悟し、湘南公を故郷の河内へ返しました。多くの人々に親しまれている有名な青葉しげれる桜井のの唱歌はこの場面を歌ったものです。延元元年1336年5月25日の朝、足利尊氏、忠義兄弟の率いる大軍が海陸両方から攻め上がってきました。江戸山に菊水の旗を翻して陣を張った楠木軍は、わずか700騎余りの手勢でもって奮戦しました。一時は敵将忠義を討ち取るかに見えた時もありました。しかし、多勢に無勢、兵力の差はあまりにも大きく、楠木軍は次第に追い詰められていきました。港川での激しい戦いは朝から夕方まで続き、さすがの楠木軍もわずか70余騎までとなりました。もはやこれまでと大南港以下は港川の北方、現在の港川神社の五巡節地まで落ち延びました。弟正末と七度人間に生まれて朝敵を滅ぼそう、と互いに誓い合い、兄弟差し違えて偉大な生涯を閉じました。昭平2年1347年、22歳の立派な若武者に成長した湘南公は、父大南公の教えに従い、朝敵足利軍と戦い、大いに痛めつけました。翌3年1月、足利軍を討つために、如意輪堂の扉に、かえらじと、かねて思えばあずさ弓、との和歌を書き残し、四条縄手へ出陣しました。そして、激戦の末、父大南公と同様、勇ましい戦いを展開しましたが、力尽きて、短い一生を終えました。大南公の墓は、長い間ひっそりと祀られていましたが、豊臣秀吉の時代に発見されました。その後、尼崎藩主、青山義俊により守られていました。元禄5年、1692年、地元の人々の熱意を受けた徳川光圀が約半年かけて立派なお墓を建立しました。ああ、忠臣南氏の墓の碑文は、大南公を大変尊敬していた光圀公が自ら書いたものです。お墓が建てられてから大南公の精神は大いに世に広まり、特に幕末における勤王思想に大きな影響を与えました。吉田松陰、坂本龍馬など多くの志士たちが、このお墓にお参りし、明治の新しい国づくりに大きく貢献しました。明治5年、1872年、明治天皇により港川神社が創建され、いよいよ大南公の精神は国中に輝き渡りました。